はい、いい感じかもな。そんなに難しくなく、あ、いいじゃん。他の子たちを連れたいペコだけど、めっちゃ飛ぶね。天井必要、え、場所によってはむずいんかな。まあでもいいね。どうよこれ、よさげペコじゃない？あ、ここをスライムブロックの方がいいペコなの？え、天井スライムにしたら、天井、天井意味ないよ。え、なんで？天井、天井スライムだったらどうなんだろう、下にボンっていくのかな。上についた瞬間にカーンコーンって下に行っちゃうかもしれないペコだよな。なんかよかった、やっとスライムの使い場所を知れた気がする。案外さ、スライムなんかそんなに使ってなかったペコだから嬉しいペコだわ。え、ってかやばい、相当足りねえペコじゃん。16、水にするか、やっぱり。あ、2列でいい、マジ。あ、そっか、最初の部分しかないペコか。なるほど、そっか、ここだけでいいのか。あんたたち節約家じゃん。いいね、節約家はいいペコよ。よく言われるペコでしょ、お買い物上手だねって。ペコらマジ無駄遣いするペコだからな。最初に突っ走ってこれ買ったと思ったら違う方の方が安かったみたいな時すごいあるペコだから。あんたたちいい買い物してそう。オッケーペコ。そもそもお財布にお金入ってんの？ペコらも大人だからね、一応入れてないといけない。あ、でもやっぱ大人ペコですからカードかな。現金はあまり持ちません。あまりカードかな、ペコーラーになると。カード作れんの？まあ持っておりますと。え、いつの間に？マジか、これがいつミラクルショー。1,2,3,4,5,6,7、ここが足りなくね？歪んでる、ここだけなんか幅がひれえペコ。あんたたち本当にわかるね、すごいね。だってさ、こういうのペコーラ毎回思うけどさ、なんであんたたちが気づくの？え、マジで教えてほしい。わかりづらくない？みんながわかる方が すごくね、そっちの方が。これでいっか。わー、え、じゃあこれ足りないペコじゃんね。なんでむしろ気づかないの？煽ってんの？ディスペンサーの水が一番楽かも。それってあれ、ディスペンサーペコーラどっかになかったっけ。あれ、ディスペンサーペコーラ持ってきてねペコか。チャララララ、ここになんかね。おい、ディスペンサー消えたペコだもん。ディスペンサーいずこへ。え、こんなにディスペンサーってねえものペコなん？作るか。だったらないなら作ればいいじゃない。ディスペンサー作りましょったら作りましょっと。やぐらの下にあるよ。いや、バカ誰か。ここのディスペンサーは大切ペコでしょ。ふざけんなペコだよ。明日の花火なくなっちまうペコだよ。うわ、そんなところにあんのか、すげえ、みんなよくわかってんじゃんと思ってたら最低なこと言われてたペコだけど。あれ、ディスペンサーこれじゃなくね。でもペコらディスペンサー絶対持ってきたんだよな。いや、ペコーラディスペンサー鏡だからさ、めちゃめちゃあるはずべこなんだけど、ないんだよ。ちょっと待って。あった。お、ムーナが。やってんねん。